肯定的な言葉で捉えると、すべてが喜びに変わる。人間の体が壊れる理由の 20% は、酒、タバコ、暴飲暴食が占めています。あとの 80% は何かというと、何度も出てきたストレス、思い通りにならないこと。先ほど言いましたね。辛い、悲しい、つまらない、嫌だ、嫌いだ、疲れた、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、恨み言葉、憎しみ言葉、呪い言葉、ありとあらゆることに否定的な言葉を吐き、否定的な捉え方をしていると、そんなに生きているのが辛いんだったら早く死んじゃいましょうね、と体が自ら反応するのです。そういう言葉と思いの結果として、体が壊れ始めた人を画期的に、根底的に元に戻す方法があります。それをここでお教えしておきます。その方法とは、今日、ただ今この場から、ありとあらゆる現象について否定的な言葉を使わないこと。例えば、今日は暑いという時に、暑いので嫌になっちゃいますよね、というのをやめる。これだけ太陽が照ってくれると、稲がよく育つでしょうね。海水浴場も今日は大儲けですよね。まずは肯定的な言葉で表現するようにしてください。否定的な言葉は一切封印して、ありとあらゆる現象について、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる、という言葉を口にするようにするのです。晴れていると、今日は晴れているから紫外線対策をしなくちゃいけないと思っていた人がいた。雨が降ると、今日は洗濯物が乾かないと思っていた人がいた。その同じ人がこの話を聞いて、こういうふうに思うようになったそうです。晴れた日には洗濯物が乾く、よかった。雨の日には紫外線対策をしないでいい、よかった。って現象は全く変わっていないのに、捉え方が 100% 変わった。そうしたら全部が喜びになった。
晴れた日も喜びで、雨の日も喜びになった。否定的な人というのは、否定的な現象が起きていると思っているけれど、実は否定的な現象なんてどこにも起きていない。ただ否定的に捉えているだけ。だから悩み苦しみというのはもともとないんだというところに行き着くわけです。自分で作り出しているだけです。肯定的な言葉だけを使うようにすれば、悩み苦しみ苦悩煩悩はすべてなくなってしまいます。皆さんもぜひ体験してみてください。そして悩み苦しみのない世界を存分に味わってみてください。